ワンダビジョンはマーベルコミックをベースにジャック・シェーファーがストリーミングサービスディズニープラスのために制作した二千二十一年のアメリカのテレビミニシリーズ。シェーファーがヘッドライターを務めマット・シャックマンが監督を務めた。マーベルスタジオが制作するマーベル・シネマティック・ユニバースの一作目のテレビシリーズで同フランチャイズの映画と連続性を共有し映画アベンジャーズ エンドゲームの後を舞台にしている。本撮影は新型コロナウイルスの感染が拡大し、ハリウッドなどの主要都市がロックダウンする直前の2020年3月にクランクアップしていた。しかし、その後再撮影が必要になったため、2020年7月から3ヶ月以上にわたって行われていることが同年10月に報じられた。その影響で、 当初二千二十年九月の発表時点では、同年末の配信開始を予定していたが、同年十一月に配信開始を翌年に一月十五日に延期することを明らかにした。アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーで、サノスに破壊されて壮絶な戦死を遂げたシンセゾイドビジョンと、その恋人である強化人間、ワンダ・マキシモフを主人公とした物語であり、二千二十年九月に、 予告編とキーアートが公開となった。施設中下記、ドローンビークル SWORD 以外にも、新婚生活を始めたばかりのビジョンが、ビュイックセンチュリーを運転し、後に、ビジョン邸に、ビュイックルセーバーが駐車され、ワンダの愛車として、ビュイックベラーノが登場している。白目作戦ウエストビュー本作の舞台となる、アメリカ合衆国ニュージャージン州郊外の、小さな町。人口は、 看板の通りであれば3892人。夫婦となったワンだと、ビジョンが新生活のために引っ越してくるが、当初は1950年代から始まり、話数を減るごとに、風景や文化といった構造が変わっていく。街の雰囲気は明るく、住民の多くがワンだと、ビジョンに親切だが、明らかに不自然な状況や、環境の変化にも、一切動じる気配がない、と。 現実的にはありえない空間と化している。現実のこの街は前日のヘックスに囲まれており、内部はシットコムに基づく物理法則に支配されている上、外部から侵入してもその一部になってしまい、ワンダの心理状態によって街中の様子が変動することがある。FBI が承認を保護していたが、突如その承認が、 存在しないことになったと気づいたウーが異常を察知し、応援に来たモニカが取り込まれたことで、SWORD 主導により封鎖された。ヘックスの内部においては栄えているようだったが、実際のウエストビューは、非常に閑散とした、錆びれた街であった。だがワンダは、モニカの説得やアグネスとの戦いで、自身の力が住民たちを苦しめている事実に直面したことで改心し、 最終的にこのヘックスを消滅させて、街全体の景観を元に戻し、住民たちの洗脳をもとく。その他、新型コロナウイルスの影響により、2020年は MCU 作品が全く公開されなかったため、久々のマーベル制作作品になるとあって、配信前から高い注目を集めていた。そのため、配信開始後にパロットアナリティックスによる需要度調査の結果、 今世界で一番人気のあるドラマシリーズであると発表された。本作品の最新話をいち早く視聴するために配信開始直後にファンがディズニープラスにアクセスした結果、配信サーバーが不安定になる状態が発生しており、アメリカでは最終話の配信が開始された直後に西海岸地域で一時的にディズニープラスのサービスが利用できない事態となった。日本でも 初回公開直後に同様のトラブルが発生し、深夜まで続いたため、運営会社であるウォルト・ディズニー・ジャパンと NTT ドコモが謝罪文を出す事態になった。2021年3月9日、ウォルト・ディズニー・カンパニー最高経営責任者のボブチャペックは、同日に開催された株主総会において、本作品とスター・ウォーズシリーズのスピンオフ作品である。 マンダロリアンがディズニープラスのキラーコンテンツとなり会員数の増加に大きく貢献したことを明らかにした。2021年2月16日、マーベルスタジオは映画、ドラマのキャストやスタッフが制作の舞台裏を語るドキュメンタリー番組マーベルスタジオアッセンブルを発表した。最初のエピソードマーベルスタジオアッセンブルワンダビジョンの裏側は2021年3月12日に ディズニープラスにて配信された。ありがとうございます。